今年県は、ボリビアの南西部の県。行政府所在地は、北東部にあるポット市。北から、オルロ県、コチャバンバ県、東に、チュキサカ県、タリハ県に接し、西にチリ、南に、アルゼンチンに接する。16の軍で構成されている。主な町としては、ウユニ、トゥピサ、サンパブロなど。県土は、アンデス山脈中に位置し、東部は、 標高4000メートル以上の山脈地帯である。県の西部や南部には5000メートル級の山地があるが、県央部は標高約3500メートルほどのアルティプラーノとなる高原地帯である。その西側、ウユニの側にはウユニ塩湖がある。気候は年間降水量500ミリメートル以下の乾燥地帯であり、植生は乏しい。経済面では、 ボリビア国内では相対的に貧困な方に入る。スペイン時代は銀の産出などで栄えたが、現在では閉鎖されるか規模が縮小されるところが多く、地場産業の発達も衰退している。ただし、2000年代に入り、県西部のサンクリストバル鉱山にいて、銀、亜鉛の採掘の動きなどもある。その他は、ポトシ周辺における鈴の採掘を行っているほか。 ウユニ周辺で、アエンや、新規に、リチウムの採掘が行われている。県の南西部の国境地帯には7147平方キロメートルの広大なアンデス動物保護地区が、設定されている。ポトシ県の軍ノルテポトシとは、ポトシ県の北部のこと。先住民は、ケチワ系が占める。この地方は、土地が痩せていて、さらに水も少ないため、 ボリビア国内でも最も貧しい地域の一つとされている。事実、この地域からラパスなど都会への人々の移動については社会的な問題ともなっている。この地方にはスペイン侵略以前からの伝統的な種族が多く残っている。先コロンブスキにおける先住民の伝統的な遅延、血縁組織であるアイリもこの地域では ある程度機能しており、組織名もコムニダッドではなくアイリを用いる。また、この地のフォルクローレは、ボリビア国内でも特徴的なものである。小型の弦楽器チャランゴは、この地に起源があるのではないかと推測されている。女性が噛んだかい声で歌うプトクンなどは、他の地方では、ほとんど見られない。また、ピンクという歌と踊りものるてポトシを特徴づける。 種族である。伝統的なピンクとしては、マチャで5月3日の、聖十字祭に行われるものが有名である。社団法人海外農業開発コンサルタンツ、協会ボリビア共和国、ユンガスでバンディオラ、地区間外開発計画プロジェクトファインディング調査、報告書 1P ハットジャイカ研究所ボリビア、国別援助研究会報告書 96P、 サンクリストバル鉱山、住友商事石油天然ガス、金属鉱物資源気候資料石油天然ガス、金属鉱物資源気候資料在家研究所ボリビア、国別援助研究会報告書 99p。ありがとうございます。